はい、みなさんこんにちは。バカ猫シーナです。いつもビデオご視聴ありがとうございます。今回紹介したいと思うインクは、ボトル自体見したいんですけど、なんかカメラにあまり近すぎるとボケてしまうんですので、名前でいきます。セーラーの四季折シリーズヨダキっていうインクです。まあちょっと一応カメラに近いんですね。近い。そうです。この間四季折のマヌヒツも手に入れましたので、まだマヌヒツレビューしてないんですけど、また今度機会あればそのペンにも紹介したいと思います。で、なんかそのペンせっかく手に入れたから、この四季折ヨダキもプレゼントされまして、ですからマッチングインクで行きましたね。で、今回はインクとしてちょっとガラスペンで使ってみたいと思います。そしたらボトルを開けます。なんかこの色は赤とオレンジとの真ん中でもないんですけど、なんかオレンジより赤ですけど、光るときやっぱりちょっとオレンジっぽく見えますね。描いて、でその後はちょっと光で照らしてみます。なんかちょっと暗く見えるから、ちょっと光った方がいいかもしれないですね。使っている紙は透明なトレーシングペーパーですけど、特に芯がないと思いますので、多分こんなに特別な紙使わなくてもよかったんですけど、まあなんかインクの芯するかどうかの確かめられるんですから。ごめんなさい、ちょっと落書き書いてます。じゃあちょっと光ってみますね。こんな感じになります。ちょっとオレンジっぽく見えるんですね。でも赤、なんか濃い赤、紅みたいな色です。で、特にシーンがないんです。でも綺麗なインクですから、ヨダキってなんか弱火の感じのなんか代表しているインクですから、夏のことお好きな方、多分このインクがいいかなと思います。なんか秋にもちょっとなんかマッチするんじゃないかなと思います。そしたらこれで終わらせていただきたいと思います。ご視聴ありがとうございました。また今度ね。